アシガバートはトルクメニスタンの首都。1919年から1927年の間はポルトラックという名であった。コペトダグ山脈とカラクム砂漠の間にあり、主要産業はガラス製造、ブドウ酒醸造、綿織物業など、人口は公式統計によれば約100万人弱とされている。周囲をアハル州に囲まれているが、アシガバートシ単独で、 州と同格の地位にあり、行政上はいかなる州にも属していない。アシガバートの名前の由来を遡ればペルシア語に行き着く。ペルシア語のアシュックはアルサケス朝を意味し、ペルシア語の設備時アバドは都市を意味することからアルサケスの町となる。また、アラビア語系の語彙でアシュックが愛を意味することから、市名は愛の町という意味であると返する説もある。 日本語でのカタカナ表記は、アシュガバード、アシュガバット、アシュガバット、アシュハバード、アシュハバット、アシュガバードなどがある。なお、在外交換の名称及び位置並びに、在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律による表記の標準は、アシュガバットである。かつてはワインで知られたコンジカラという町があったが、紀元前2世紀の大地震で廃墟となっていた。 アルサケス・アサパルティアのミトラダテス一世によって、ニサが作られシルクロードの交易で栄えたが、13世紀にモンゴルの襲来で破壊された後、小さな村のままであった。1818 18年、ロシア人がアシハバードという町を作った。1869年に要塞が作られると、商人や職人が集い発展が始まる。1881年、ガージャール・アサのイランは、 アクハル条約でこの地をロシアに割上する。ロシアはイギリスとの外交戦争から戦略的に重要なこの街を開発、西洋風な街並みが作られザカスピ州の行政の中心地となる。1902年イランでの迫害を逃れ亡命してきたバハイ教の教徒のためにバハイ教の礼拝堂がバハーウラーとバティール・ダフリーによって作られ、同地で バハイ教の共同体が設立された。1917年、赤軍がアシュハバートを掌握翌1918年、イギリス軍と白軍の連合軍に奪われるが、この時、メンシェビッキと社会革命家によってザカスピリン自政府が設立され、アシュハバート内戦が発生、ボリシェビッキと激しい争いを繰り広げた。1919年に脱会し、使命を ポルトラックとする。同時にこの地は、トルキスタン自治ソビエト社会主義共和国の主要な都市の一つとなる。1925年、トルクメンソビエト社会主義共和国が誕生すると、その首都となる。1927年に、アシハバードの名に戻る。1948年10月6日に発生した、アシガバート地震により、アシガバートは甚大な被害を受けた。 1991年、独立と共に足がバートの名となる。2008年、同市で武装勢力によって暴動事件が発生した。欠片の気候区分では砂漠気候である。夏は日中の気温が40度を超え非常に暑くなり、7月の平均気温は摂氏31.2度となるが降水はほとんどない。冬は寒く、 1>, 1月の平均気温は摂氏2.5度。年平均気温は摂氏16.6度である。最高気温極値は1995年6月の摂氏46.7度。最低気温極値は1969年1月の低、摂氏24.1度である。道とは他の都市に比べて政府系の施設並びに関連する建造物が多く、 それらの全てが白い大理石を用いて設けられていることにより海外各国からホワイトシティの別名で呼ばれている。また、大理石が建材としてふんだんに用いられている点から、道とは世界で最も大理石張りの建造物が集まった場所としてギネスブックの世界記録に認定されている。ありがとうございます。